アレッサンドロフェイは、イタリアの男子バレーボール選手。サロンの出身。ポジションはオポジット。元イタリア代表。イタリアのジュニアチームパドバから、1995年セリエ A パドバへ、入団。マチェラータを経て、2001年からシスレートレビーゾに所属。トレビーゾでは4度のリーグ優勝のほか、コッパイタリア、欧州チャンピオンズリーグの優勝に貢献した。 1998年19歳でナショナルチームに代表入りし、同年5月8日、アレッツォで行われたポーランド戦で代表デビューを飾る。イタリア代表として通算236試合に出場し、2000年シドニーオリンピックで銅メダル、2004年アテネオリンピックで銀メダル獲得に貢献した。2008年北京オリンピックにも出場し、 三大会連続オリンピック出場を果たした。ナショナルチーム、クラブチームで長らくミドルブロッカーとして活躍していたが、アテネオリンピック以降、オポジットに転向し、2005年、ワールドグランドチャンピオンズカップでベストスパイカー賞を受賞した。204センチメートルの長身で、手足の長い体を持ち、打ち出しの速い、鋭いスパイクが特徴。パーマヘアがトレードマークである。 4大会連続出場となった2012年8月のロンドンオリンピックでは銅メダルを獲得した。ありがとうございます。